こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。感謝します。それではですね、今日はECM の、ラテンの中で ECM っていうのがありますよと。でシンコペーションベーシックこうやって使って練習するといいですよってなったんですけど、そうすると選択肢が多すぎて結局何やっていいかわからないっていう生徒がちょっといらっしゃったので、どういうふうに僕が指導したかというとですね、一瞬で治ったんですけど、ラテンの、この何番かに、ラテンのパターンで、普通の一番ポピュラーなラテンのパターン、これをもうベーシックにしてしまいなさいというお話をしました。例えばダバラ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 、変えれるとこだけちょっと変えるけど、基本は同じ歌を歌いながら、こう今のはパッド・メセニーのブライト・サイズ・ライフを、まあ、キーとか適当に歌いましたが、今のやってみました。例えば、ジェームスとか、タラララン、タンタンタン、ブライトサイズライフとかは、今の、ジェームスなんか、どっちも今のリズムパターンをベーシックに、よりどころがないと困ると思うんですね。だから今のラテンのパターン、これ2の裏に入れていいと思う。このパターンがまあマッチするんですよ。なのでやっぱりラテンって書いてあるのもあながち間違いではなくて、このラテンのパターンをベーシックにメロディーで歌えるところだけシンコペーション合わせたりとか、キメをちょっと合わせたりとか、まあ僕の教材の中で、セクションマニュアルなんかがありますが、あれなんかやっておくとまさにこういうスタイルのものが全然できると思うので、この辺のやり方を練習していただければ、ECM サウンドって言われるものをね、パッド・メセニーとか、あとキース・ジャレットとか、ああいうイーブン・エースなんだけど、こう漂ってる感じなんだけどっていう感じの時に、まあもちろんメロディーを全部この右手で歌って音を添えていければそれに越したことはないんですが、最初からそれだとやっぱり拠り所がないので、このようなラテンのパターンを拠り所にしんでもらいながら、できるところはちょっと練習したのがちょっと出るなっていうところからスタートすると、結構早い段階で曲ができるようになるんではないかなと思います。というわけで、本日は以上でございます。お役に立ったという方はぜひいいねボタンを押していただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。こういった、ちょっとした気づきとか、音楽に関する内容を毎日、お送りするメールマガジンがありますので、よければ詳細欄から登録してみてください。以上でございます。ありがとうございました。